下地原震禁営下地原震6月30日昭和59年5月23日は日本の公認会計士沖縄県宮古島市出身日本公認会計士協会初代副会長を務めた東和道文書院卒業関西公認会計士協会支部長財団法人下地原震育英会の設立者でもある宮古島平良氏の下地 現ただしの長男として生まれる。小さい時から大柄でその風貌から、混成合と言われていた。旧性処理中学校卒。その後、東和道文書院を卒業後、森勤を仕立って、三井物産に入社後、三井三池炭鉱で働く。連帯で一年志願兵として従軍し、退社後、鉱山業失敗で100万円の負債を抱えるも、保険会社の外交員として、 関西経済界で頭角を表す。昭和8年頃、満州事変をきっかけに、西洋のアジア侵略に備え、日本アジア協会で、松井岩根大将と親睦を重ね、アジア民族大会日本代表に選出される。アジア民族大会が、大西翼3回に吸収されるとともに理事に就任。ドイツ救難船ロベルト・ソン号の救済をきっかけに、 ドイツ皇帝ウィルヘルム一世より、宮古島に、記念の石碑を受ける。ドイツ政府より、鉄十字章を受ける。昭和十七年、松岩根大将と、ソ連国境に渡り満州国皇帝に配越する。中華民国国民政府、王朝明主席と信仰を持つ。昭和二十年、戦後、戦時国家経済体制への協力を問われるも、平和への献身を深め、 関西と郷里の沖縄都の復興を期とする。朝日新聞社主、村山隆平の死後の相続税をめぐり、当時の朝日新聞と毎日新聞の株価を押し計り、米国で会計制度を学んだ会計士と共に相続税額を算定したことをきっかけに、村山家と交流を持ち公認会計士制度の研究、計画を本格的に開始する昭和24年。 立法により最初の公認会計士制度が成立し、公認会計士となる。株の売買や企業業績、国際政治の知見を買われ、政財界の地位にしえを頼り全国組織の創設を提案する。社団法人日本公認会計士協会を設立し、副会長になるとともに、近畿支部の支部長となった。昭和十四年、王寿法省君。昭和十六年、 沖縄が日本復帰に際し、平名誉市民となる。昭和48年4月、沖縄県育英会に1000万円の寄付をする。下地育英文庫を寄贈し、琉球大学にも寄贈。その後、財団法人下地、原神育英会を創設し、現在に至るまで、小学生を都市に送り続けている。下地原神を記念した昭和が作られた。ありがとうございます。